20代で結婚した韓国女優、現在の夫婦関係と活動は？近年、日本では晩婚化が進んでいると言われていますが、韓国女性の初婚平均年齢も 30.5 歳と年々上がっていっています。芸能界でも同様、自分自身が商品であるがためにイメージやキャリアを考えて慎重になる傾向があり、独身を貫く女優も少なくありません。そんな中、20代の人気絶頂期に結婚して周囲を驚かせた女優もいます。今回は20代で結婚した韓国女優を5人ご紹介します。気になる夫婦関係や現在の活動についてもたっぷり調査していきます。20代で結婚した韓国女優5人を紹介。それでは早速、若くして結婚した韓国女優を5人ご紹介します。お相手はどんな人だったのでしょうか。ホンウニ。一人目にご紹介するのはホンウニさんです。ホンウニさんは母親がオーディションに応募し芸能界デビューとなりました。ホンウニさんが結婚したのは2003年、当時23歳でした。お相手は俳優のユジュンサンさんです。ホンウニさんとは12歳差もあるのですね。1995年にデビューしたユジュンサンさんはドラマや映画、ミュージカルなど様々なジャンルで活躍しています。ユジュンサンさんは以前航空会社の広告の女性に一目惚れをしました。マネージャーに広告女性の事務所を調べてもらったようですが、見つけることができなかったそうです。月日は流れ、ユジュンサンさんとホンウニさんが共演。撮影の合間にホンウニさんがあの空港会社の広告のモデルだったことに気づいたユジュンサンさんは息が詰まりそうだったといいます。その後はユジュンサンさんからの猛アタックが開始され、交際に発展。交際期間1ヶ月で結婚の運びとなりました。当時24歳だったホンウニさんは結婚を決めた理由について、幼少期に父親がいなかったので支えてくれる人が良かったと話していました。結婚後はすぐに子宝に恵まれ、2003年12月25日に第一子となる男の子ドンウ君を出産しましたね。ドンウ君は整った顔立ちでママとうり二つなんだそうです。2009年4月21日には第二子となる男の子ミンジェ君が誕生。ミンジェ君はパパにそっくりなんだとか。ホンウニさんはミンジェ君を出産して7年後の2016年にはレディの品格で女優業に復帰しています。2022年はドラマ私たちは今日からで未婚の母を産んだを演じています。ちなみにホンウニさんは物事をストレートに言うタイプのようで、ユジュンサンさんの出演作品を見て、映画は面白いけどあなたはいまいちだったわねなどと厳しい意見を言うそうです。たまに褒めてユジュンサンさんが嬉しそうにしていると調子に乗らないでよと釘を刺すのだとか。しかし同じ演じる者としてとても尊敬しているそうで、いつまでも仲良しのようですね。ハンガイン。二人目にご紹介するのはハンガインさんです。ハンガインさんは2002年にドラマ太陽の誘惑でデビューしました。2003年にドラマ黄色いハンカチで共演した俳優のヨン・ジョンフンさんとドラマの撮影中から交際がスタートし、3ヶ月後には熱愛報道されます。少しずつ知名度も上がり、これからが期待される大型新人だったハンガインさんですが、2005年23歳の若さでの結婚に驚きの声が多く上がりました。お相手のヨン・ジョンフンさんは1999年にドラマデビューした二世俳優で自動車競技選手でもあります。ハン・ガインさんは幼い頃は幸せとは言えない家庭だったようで、家族が集まって話をしている温かい家庭を夢見ていたそうです。ヨン・ジョンフンさんと早くに結婚をしたのもそのような家庭を早く築きたかったからかもしれませんね。結婚して11年が経った2016年に第一子となる長女、2019年に第二子となる長男を出産しました。現在は夢見た温かい家庭で2人の子供と父親らしい夫の姿に癒されているそうです。イオン。
3人目にご紹介するのはイオウォンさんです。イオウォンさんは1997年にモデルとしてデビュー、その後1998年に映画男の香りで女優活動を開始しています。友人の紹介で知り合った6歳年上のプロゴルファー兼実業家のパクチヌさんとは堂々と交際宣言をして話題となりました。そして2003年、交際100日目にプロポーズされ、当時23歳で結婚をしています。2004年12月に第一子となる長女が誕生し、10年後の2014年5月に第2子の次女、2015年に第3子の長男が誕生しています。3人のお子さんがいるようにはとても見えないほど若々しくて美しいですよね。子育てをしながら女優を続けるイオウォンさんは、自分のやりたい演技を継続できるのは夫であるパクチヌさんが育児をたくさん手伝ってくれているからだとしています。パクチヌさんはとても協力的なタイプのようですね。2022年はドラマグリーンマザーズクラブに出演しているイオウォンさん、これからも夫パクチヌさんの協力のもと、たくさんの作品で見られるといいですよね。チャンシニョン。4人目にご紹介するのはチャンシニョンさんです。チャンシニョンさんは2001年にスカウトされて芸能界に入りました。そのまま女優としてデビューし、わずか1年後には主演を務める女優にまで急成長しました。2006年11月に22歳の若さで結婚したチャンシニョンさん、お相手は BOF 理事のウィスンチョルさんで、知人を介して交際する仲に発展したようです。2007年4月2日には第一子となる男の子を出産しているので、授かり婚だったのかもしれませんね。しかし3年後の2009年には性格の不一致から離婚しています。実際には結婚後にウィスンチョルさんがベビー用品事業を始めますが失敗となり、多額の借金を背負うことになってしまいました。その事実をチャンシニョンさんに隠し、信頼を失っていったそうです。さらには同意なしにチャンシニョンさんの名前で連帯保証借用書を作成し、ビジネスの様々な契約に使っていたといいます。産後間もないのに仕事でビキニ撮影をしていたのは、夫の借金返済のためだったのではないかという噂もありました。シングルマザーとなったチャンシニョンさんは2013年にドラマ茨の花で共演したカン・ジョンギュンさんと交際するようになります。ウィスンチョルさんとの間に生まれた子供のこともとても可愛がり、サムチュン、おじさんと呼んでとても慕っていたそうです。熱愛報道がされるとすぐに交際を認め、スポーツ観戦に一緒に出かけたり、揃って番組に出演するなどしていました。2018年、交際から5年たち結婚することになった2人は、2019年に次男が誕生して4人家族となりました。2022年はドラマクリーニングアップに出演しているチャンシニョンさん、幸せいっぱいで演技にも磨きがかかっていると話題です。ハングル。最後にご紹介するのはハングルさんです。ハングルさんは2011年に歌手としてデビューし、その年にドラマキラー系で女優としての活動を始めました。2015年5月、ハングルさんはインスタグラムで彼氏との写真を公開し、交際を公にしました。所属事務所もプライベートには関与しないそうで、投稿を見て知ったそうです。そして2015年10月4日には11月に結婚するというニュースが報じられたのです。お相手は9歳年上の実業家ということですが、ハングルさんはインスタグラムにこの報道を認めるような書き込みをしていました。結婚から2年後の2017年には双子を出産し、芸能活動を休止して育児に専念していました。しかし7年経った2022年、ハングルさんが離婚したと報じられます。子供はハングルさんが育てていくということです。さらにSBD エンターテインメントとの専属契約を締結し、女優としての活動を7年ぶりに再開しました。離婚の理由は明らかにされていませんが、
すっきりとした気持ちで前に進んでくれているといいですね。まとめ、いかがでしたか？今回は20代で結婚した韓国女優を5人ご紹介しました。交際期間が短いスピード結婚のカップルもいて、運命的なものを感じますよね。残念ながら別れてしまったカップルもいましたが、皆さん女優として活躍しており、前向きな印象があります。これからも妻として母として輝く皆さんを応援していきたいですね。